ひろしばい。くー。ドットコム。ちょっとめちゃくちゃ嬉しいことが、今日はホンダのベンリー110プロですね、を購入しました。なので今から引き取りに行ってきます。前回2トントラック購入した時、群馬まで行きました。で、今回は南に走ってきます。鹿児島ですね。めちゃくちゃ楽しみなんですけど、一応ベンリーに関しては50は持ってるんですけど、110プロは持ってませんので、今回購入したのはほぼ新車、まあ1000キロぐらいですね。慣らし運転は終わってる段階です。で、20万円を切った価格で購入しました。まあ売却理由は単車乗られてる方で、やっぱり原付はどうしても結局通勤用に買ったけど単車買うという形で、また例のごとくバイク屋さんからではないです。まあ新車で買ってもですね、25万8000円とか、まあまあでも総支払い入れたら消費税とか何やら何やらいろいろ入れたらですね、30万ちょっとぐらいはするはずですので、慣らし運転も非常に丁寧にされてた方みたいで、まあ完全なる新車ではないですけど、新古車レベルで、総支払いが20万以内だったら、あ、これはいいかなと。最近買うバイクの金額がちょっとずつ上がってきてます。本当はヤマハのギアを3万ぐらいの不動車買って直してもいいんですけど、どうしても動画上ですね、持ってないのを欲しいんですよ、次から次に。すると少しでも多くの人に役立ちますので、私の場合はですね、本当は当然全く同じのを揃える方がコスト的には圧倒的に安いんですけどね。まあでも一時期のジャイロをずらっと揃えてた時考えたらですね、最近はもう全然100万200万単位では購入しませんので、1台あたりが高いままはもう別にいいのかなっていう感じがします。で、先ほど購入決定したんですけど、引き取りは別に来週でもいいし、まあ遠いからですね、距離がスケジュール合わせてっていうんですけども、今から行ってこようと思います。すごく丁寧な方で、ちゃんと連絡も取れてですね、しっかりとやり取りできてますので、早速行ってきたいと思います。ちょっと準備いろいろ何持っていこう、楽しみでしょうがないですけど、前回の群馬みたいに飛行機乗って車で1000キロ以上下ってくるとか、そんなんじゃ全然ないので、距離にしても半分以下ですから、全然トラックの時みたいに泊まる用品とかもないですし、当然もう気合で帰ってこれる程度かなと思います。ただ前も言いましたけど、やっぱ年齢がちょっとずつ来てですね、だんだんと体力的にはきつくなってきてますので、まあコロナ禍っていうのもありますし、むやみやたら動き回れませんので、ちゃんと休憩しながら安全運転で行っていきたいと思います。一応料金的には ETC がこのコロナ中、9月の26日までかな、は不要不急の移動はやっぱり良くないということで、 ETC も割引が効かないんですよ、休日割引。ただ陸送頼むと1万7000円以上しますので、まあプラス税プラスデポまで取りに行くっていう形取ると、6000円ぐらいで行けるのかな、6、7000円で行けるので、往復で1万4、5000円とガソリン代、もしかしたら高くなるかもですね。まあでもいいです、ちょっと行ってきたいと思います。そしたら準備完了です。まずこういうバイクの買い方、慣れてない人のために、まず解熱剤、これ肩こりとか腰痛持ちの人はもう絶対いると思います。痛み止めですね。で、ストッパ下痢止め、まあ何でもいいですけど下痢止め、もうマジで下痢になったらきついです。旅行行くのと同じような薬やった方がいいかなと。あと目薬ですね、目の疲れはめっちゃくるのでクールタイプ持っていきます。で、同じく目で偏光サングラス、これあるだけでめちゃくちゃ長距離疲れ方が違いますので、めっちゃいいです。で、今コロナ時期なのでマスクとアルコール、まあこんな大きい必要ないですけど、シュッシュッとして、で栄養ドリンクで、大きい関係のお茶、大きい関係、まあお茶ですね。いちいちこう自販機ちっちゃいの買っててもきりないので、まあ休憩がてらにはいいですけどね。と携帯の充電器、これ必需ですね。万が一あったらラチ開かないので、ちょっとやばいですね。相手と連絡も取れなくなるので念のためですね。で、あとはもう携帯と財布があれば、そして荷台のバイクが倒れないための先ほど出した積み荷関係、足場関係ですね。で、これは好き好き。よし、準備完了です。ガソリン OK です。したら行ってきます。無駄にテンションが高い。Thank you.
ます。一旦休憩です。疲れた。宮原パーキングです。2回目の休憩です。ここは、桜島になりますね。ちょっと舐めてましたね。250キロ、300キロだったら楽勝でしょうと。まあ楽勝といえば楽勝ではあるんですけど、疲れました。腰に来てます。ちょっとトイレ休憩です。なんか、いろいろ改装中です。最後の休憩終わりました。レッツゴー、行きます。OK です。安全運転で帰ります。新車購入してすぐの便利なので、保証書関係も全部引き継げるそうです。とりあえず積み込み完了して、個人宅なのでさすがに撮影はできませんので、めちゃくちゃ綺麗です。当然ですけど、ほぼ新品です。ということで、とりあえずこれで鹿児島の旅終了です。あとは戻るだけですけど、安全に。ちょっと休憩多めにとって戻りたいと思います。さすがにですね、疲れは当然しますけど、それでも楽勝です。よし、頑張って帰ります。
タマナ。タマナパーキングって書いてます。あ、結構人いますね。疲れた。休憩です。さすがに疲れた。本当。ぶっ通しで多分200キロはないぐらいか、200キロないぐらい来ましたので、一回ここで休憩して、もうあと一回でそのまま帰れそうですね。頑張ります。ちょっと休憩してきます。よっしゃー、到着しました。疲れたー。とりあえず、これで、下ろすのはもう明日ですね。くたくたで疲れましたので、明日下ろしたいと思います。今日は、もうこのまま家帰って爆睡すると思います。新たに仲間が増えました。これでよし、無事完了です。到着。よし、無事到着、帰ってきましたね。今回ですね、一応計算したんですよ。計算すると陸送頼むと1万9000円ぐらいでしたね。と消費税で2万2000円ぐらいと、取りに行く料金入れて、まあ、3000円ぐらいプラスしないといけないので、多分陸送頼むと2万5000円ぐらいです。で、今回は、6280円かけるの2プラスガソリン代1万9000円、お土産自販機1500円、2万500円、だいたいですね、4000円ぐらい浮きました。それこそ群馬ぐらいの遠方になるとですね、陸送引っ張ってくるだけで、2トントラックの場合確か20万ぐらいしますので、めちゃくちゃ浮きましたけど、あ、違う、もうちょっと安いか、10何万でしたかね、ちょっと忘れましたけど、前回動画ですので、今回は4000円の浮きで、片道4時間ぐらいかかりましたので、往復8時間、うち、外に出てたの30分ぐらいしかないですよね。時給換算すると160円ぐらいか。素晴らしい。いやでもこれで、まあそこはもうどうでもいい話で、なんか距離的で個人売買でオークションとか使う人にとってもしかしたら参考になるかなっていうのはありますので、必要品とですねどんな感じかっていうところで、まあ私はもう慣れてますので、これ何遍もしてるので、まあただ年齢いきだしたらちょっときついなっていう話なだけです。まあそれはともかくですね、これでベンディの110が入りましたので、今後よく質問いただいてました。一応もう王道株を除くとビジネスバイクのある意味頂点、郵政も取り入れてるベンディの110ですね、これをちょっと入荷しましたので、購入しましたので、今後ですね、出てくると思います。ただ、もうほぼ新古車、新車なので、ちょっと冒頭に言った通りなんですけど、一時はなかなか整備、本当もう消耗品程度しか出てこないかなっていう気はするんですけど、まあそれでも自分の場合はですね、机上の空論よりも、あるものを実際に直していくっていうのがモットーですので、長い目で見ていただけたら助かります。ということで、ちょっと長旅でしたけど、まあ中ぐらいの旅か、長旅まではいかないですね。ということで、ありがとうございました。ベンディ110の入荷報告でした。ご視聴ありがとうございました。部品情報、訂正情報などは概要欄の本編詳細リンクを必ずご確認ください。その他、動画にない情報などは Twitter、Instagram、ブログにて随時更新中です。